皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。市川工業高校の片岡です。さて片岡先生、はいはい、前回から東海大学菅生高等学校の染谷博文先生にお越しいただいているんですけども、クロームブックを使った実践、とても参考になりましたね。そうですね、Google ワークスペース利用してもですね、クラスルームの利用だけで終わってるという学校も、少なくないと思いますので、非常に参考になりました。確かにそうですよね。また後編では学校全体としてのこのクロームブックの活用について、例をご紹介いただけそうですよ。そうですか。やはり授業以外の使い方、これがですね、非常に活用の鍵となっていくと思いますので、非常にお話が楽しみです。はい、それでは後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして、東海大学菅生高等学校の染谷博文先生。プレゼンタイトルはクロームブック ×ICT、 東海大学菅生高校におけるクロームブックの利用についてです。染谷先生、よろしくお願いします。どうぞ。こんにちは。東海大学菅生高等学校情報管理室長の染谷と言います。後半ということで、また利用例についてお話をしていきたいと思います。こちら生徒用のポータルサイトということになっています。生徒は Chromebook を開くと、まずこの画面になります。生徒はいろいろな教材を使いますので、ここからその教材に飛ぶことができますし、あるいはマイクロソフトの365を使いたいという場合には、こちらから飛ぶこともできますし、あと下の方には学年別に掲示板が立てられているので、ここに行っていただくと毎日どういう連絡が入っているのか、これが分かるようになっています。こちら利用例なんですが、実はこれ文化祭なんですね。今年行われた文化祭、10月1日、10月2日ということで2回行われているんですが、コロナもあって人数を大幅に絞っています。で、外部から来る方それぞれ1日あたり最大1000人ということで絞りまして、基本的に保護者に限定させていただいています。ですので、まずは予約をしていただいて、で、全く関係のない外部の方が入れないようにということで考え、これは生徒会の生徒、それから生徒会の顧問の先生ですね、が中心になってこういったサイトを作り、まずは予約をしていただくということをやりました。これによって、全く外部の方は入れないという状況で、今回は行いました。こちらキャンセルフォームというものですが、一旦予約をしたんだけれども、やはりちょっとそこは無理だといけませんという場合には、Google の方で、キャンセルのフォームを作りましたので、こちらで入力をしていただいて、でキャンセルをするということをしました。こちらは、メディアの方で取り上げられたという紹介の映像なんですが、今時の高校の文化祭ということで、本校の場合には ICT を利用して、さまざま活用しているということで紹介をされた時の画像になります。こちらはですね、その文化祭が終わった後ですね、生徒会の生徒が動画を撮ったり、あるいは写真を撮ったりしていますので、それをクラスごとに見られるように、これも生徒会の生徒が作ったサイトになります。これもちろん外部の人は見られません。本校の教職員と生徒のみになっていますが、後からこういったものを見て、生徒たちが、あの時こうだったねということで、懐かしんで話をするということにも使っています。これがその内部ということですけれども、1年生部門、2年生部門、3年生部門と、それからそれぞれのクラスがありますので、自分のクラスであったり、あるいは生徒によっては行きたかったんだけれども、どうしてもそこを自分の係があって行けなかったという場合には、こちらで見られるというサイトが作られています。こちらはですね、国際交流のプログラムの一覧というのが書いてあるんですが、本校国際的な交流を随時やっておりまして、今10いくつかそこに載っていますが、もちろんコロナということがあり中止になったり延期になったりということもありまして、全てではないですが、大体半分ぐらいのプログラムは行っています。で、これは何が ICT なのかということなんですけど、要はこの生徒がですね、留学に行きます。
でその際に学校の方の勉強はどうなるんだっていうことでかなり心配をされる方がいるんですね。でその場合には、クラスルームを使って、こちらから課題を配信したり、あるいは、何かこう分からないことがあれば、ミートでつないで直接顔を合わせて話もすることができるので、そういったことで、安心して留学行ってきなさいということで、使ってますよという例になります。こちらはですね、何かというと、生徒が学校説明会などで生徒スタッフに応募してくれるんですね。でいろいろ来場者の案内をしてくれたりということをやってくれているんですが、その際にぜひ頑張っている子を最後卒業式の時に表彰したいということがありまして、まあ、従来は感覚的にですね、この子頑張っているということで学年の方で表彰はしていたんですけれども、今年からですね、これ LINE の公式のアカウントを取りまして、そこでやってくれた生徒に対してポイントを付与すると、ですので、まあ、携帯その時だけ携帯出していいよ、普段ダメなんですけど、でそこでポイントを、付与してあげて、それをどんどん貯めていくと、いうことをやっています。ですので最終的にこの子は何ポイント貯まっているので、この子を表彰するということで、使えるかなということでこういったことをやっております。これはいきなり時計が出ているんですが、これ何かというと、試験なんですね。試験中に本校では腕時計禁止にしています。というのも、最近の腕時計だとスマートウォッチとかがあって計算できちゃったりするんで、これも 3,4 年ぐらい前から禁止にしているんですが、その分テレビですね、学校の教室のテレビに時刻表示を出しまして、でこちらで、時間の管理をしています。まあ、そういったのに使ってますよということです。こちらは、Google のチャットの例なんですけれども、これも試験なんですね。試験中に、まあ、先生方見回りをしたり、していると思うんですけれども、生徒からちょっとこれ問題おかしいんじゃないですかとか、あるいはこの問題の番号と、回答の番号がちょっと合ってませんとか、まあ、そういった指摘を受ける場合があるんですね。その場合に各先生方が Chromebook を教室に持っていきまして、そこから本部に向けてこのクラスでこういう指摘がありましたということを発信します。そうすると本部の方の先生方がそれをすぐ把握して、でその対処をしていただけるということで、このチャットを利用してやっております。まあ、これをすることによって迅速に問題が違っている、じゃあその対処をしなきゃいけないということで教員が動けるようにはなっています。こちらの出席さんとこう書いてあるんですけど、デジタル出席簿の例なんですが、これ実は来年度、2023年度から運用をする予定でいます。まあ、今年それに向けて今実は作っているんですが、実は教務の方から私の方に依頼がありまして、こういったデジタル出席簿を作れないかという依頼がありました。各、授業ごとに各担当の先生がそれぞれ入力をしていくと、全て自動集計できるようなものが欲しいと。ただこれ製品であればあるんですけど、お金をかけずにやりたいということもありましたので、じゃあこれ Google のスプレッドシートで作ってしまえということで、今私が作っているんですが、クラスを選択してもらうと、初期画面が出てきます。で一番上初期設定っていうのがあるんですが、そこを押していただくとクラスの時間割ですね、時間割左上にありますけども、そこが記入できるようになりますので、そこを各先生方に入力をしていただきます。これは選択すればできます。でそれから、クラスの出席簿を作っていただいて、で、実際これを入力していただくと、各担当の先生に入力していただきたいという話だったので、当然これネットワークを使わないといけないんですね。ですからまあ Excel であれば、簡単にマクロを作ったり VBA でできるんですけど、ネットワークを使うのが前提ということだったので、今回スプレッドシートで作っています。でここで欠席遅刻その他入力をそれぞれしていただくと自動で集計ができます。でそれが、まあ、これボタンを押せば、月別の集計ができるようになっていまして、まあ、本校の場合には前学期後学期で年間ということになりますので、こちらの集計もできます。でこれができるということは日報の方も数字を飛ばせばできちゃうんで、これ今は記入してもらっているんですが、来年からは自動で、数字を飛ばして日報の記入ができるようにしたいなというふうに思ってます。これは学校の日誌ですけれども、管理職が使っているものですが、こちらにも数字を飛ばしてあげればできるのかなということを今作っています。
はい、ということで、いろんなことで、ICT を使って、進めているわけですけれども、まだまだ、本校も都についたばかりです。ですので、いろんなことをこれから考えながら、学校改革、それから教育改革、これを進めていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ先生方もよろしくお願いいたします。以上で終わりいたします。ありがとうございました。情報通信総合研究所の平井です。今日は文科省の施策から見る情報一のこれからということでお話をします。今年度高校の新しい学習指導要領がスタートし、情報一の学習が始まりました。情報一はこれに関わった鹿野先生に言わせると、国民の素養だと言ってます。これからの社会を生きる我々にとって、社会人にとって必要なリテラシーということですね。だから全ての高校生が履修することになったんです。また私はこの教科書を大学生に見せると、必ず言われるのが、平井さん、これって僕たち今やってますよって言うんですよね。つまり高等教育を受ける上で必須のリテラシーだということになります。だから共通テストで取り上げられるわけです。全て必然性があるわけですね。そういう中で、今回出された令和7年度に向けた情報のサンプル問題ですね、共通テストこういうものが出るよっていう問題を見てみると、大体4つの内容がまんべんなく1問目2問目3問目の中に組み込まれています。特に私はここでやっぱりプログラミングとか、それからデータの活用ですね、あの辺に注目しています。問題を見てみるとこのような形になります。なんでしょうね、これ、シンキングツールみたいですよね。こういう情報の活用のやり方、ここら辺が示されているよ。さらにこれはデータの活用ですよね。このように具体的な場面を設定して、それをグラフをどのように読み取っていくか、作っていくかということが求められています。さらにこれはプログラミングの問題です。何やら Python っぽい感じがしますけれども、 Python を習ってなくてもできるような問題にはなっているわけです。しかしこれを教える先生が誰が教えるんだよっていうことが問題となっています。よく話題に出ますね。全国で4756人の先生が今情報をやっていますけれども、その中で796人が免許を持ってらっしゃらないとか、臨時免許の先生となっています。ただし、いや足りないよ足りないと言われても、実際免許を持っている人は今指導してない先生が6088人いるわけなんですね。これをなんとか持ってくるという方法と、今免許を持たないでやってらっしゃる方に研修をしましょうよという、この2つの方法が考えられます。これに対して文部科学省は、とりあえず今免許を持ってる人をどん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 振り向けよう、そして研修してもらおうという両面でやってますけれども、ここに出ているこのグラフは各県の免許を持ってらっしゃらない先生、臨時免許の先生なんですね。これを何とかして来年、再来年度、2年かけてゼロにしていこうという計画が出ています。で、それを各県が今計画を立てて、ほぼ何とかなるなというところまで来ました。でもこれは数合わせです。実際にはやはり全ての先生が指導できるようにしなきゃならないということで、今までも資料は出してきましたけども、今度は解説の動画、先生方の研修するための解説の動画、そして NHK の高校講座で情報一が始まるんですね。この動画が使えます。やっぱり学び直しにもつながりますので、ぜひこういった資料をうまく使ってこれからの情報一に取り組んでいきたいと思います。はい、ということで2週にわたりまして、東海大学菅生高等学校の染谷博文先生のお話、お聞きしたくてもいかがですか。そうですね、普通の先生方にも使える内容からですね、その力量を生かしたさまざまな応用的な使い方まで、そんなことがですね、分かりました。また今日お話の中でちょっとびっくりしたんですけども、染谷先生ご自身がデジタル出席簿というのを開発されたって、すごいですよね。いや、すごかったですね。ちょっとお話も伺ったんですけども、Google のアップスクリプトを駆使してですね、自前で何とかしようと、コストダウンにもつながりますし、自身のスキルアップにもつながる、非常にいい取り組みだったと思います。こういう基本から応用まで使えるというのがこの GWS いいところかもしれないですね。そうですね。
はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と市川工業高校の北岡でお送りしました。 See you next week.